ヨハンカジミールはアル、アンハルトデッサウ公。アンハルトデッサウ公、ヨハンゲオルク一世と、その二番目の妻で、プファルツ・ジンメルン公・ヨハンカジミールの娘である、ドロテアの間の最初の息子として生まれた。1608年から1609年まで、ヨハンカジミールは、重帝で、アンハルト・ベルンブルク公成史のクリスティアン二世と共に、ジュネーブに留学している。1615年に、イボアニ、 ヨアヒム・エルンスとの創生によって、父の後継ぎとされ、1617年に、父の創設した、実りを結ぶ会に入会した。1618年に、父が死ぬと行為を継いだが、国務はもっぱら宮廷の古問官たちに任せ、狩猟に熱中する生涯を送った。1652年10月4日の狩猟事故により、死ぬまでベッドで暮らすことを余儀なくされた。 公爵の無料を紛らすため、巧妙な詩人、作家のフィリップ・フォン・ゼーゼンが、デッサウ宮廷に雇われている。1623年5月18日、ヘッセン・カッセル・ホーハク・モーリッツの娘アグネスと結婚し、間に6人の子女を設けた。1651年7月14日、叔父のアンハルト・ベルンブルク公、クリスティアン・イッセイの娘、ゾフィー・マルガレーテと再婚したが、 間に子供は生まれなかった。ありがとうございます。